はい、皆さんこんにちは、カリアです。今回も、ウルブズ監督キャリアやっていきたいと思います。はい、今回はですね、マンチェスターシティ戦アウェーでやっていきたいと思います。お、早速前回かなの取引でね、うちが獲得した、あれ出てない、どこにいた、結構なお金が出てますね。高いね。あれ前回うちが取った、そうだこの話をするの忘れてた。ウルブズ、うちのあのサブでよくあの戦ってくれてたギブス・ワイト選手、前あのドイツのねマインツにあのレンタルで1年間移籍し、レンタル移籍をすることになりました。まあ悩んだんですけれども、まあまだ若いし、あの今後、まあ、まだ今年はね中盤トリスト選手補強したりとか、中盤がちょっと安定してきたっていうところと、まあ、あとはあの今後の、まあ、来年ね今年優勝とかして、もし、チャンピオンズリーグを戦えるっていう風になった時に、やっぱり中盤の層を少しでも厚くしてほしい、したいっていうところがあって、で、まあ、レンタルで帰ってきたメンバーの育成も含めて、あの今後育っていってほしいという期待を込めて、1年間レンタル移籍に出そうと、決めまして、で、来年1月に一応帰ってくる予定ですかな。はい、で、まあ、トリスト選手はが入ってくれてますね。まあ、トリスト選手は前節も入ってくれてますけれど、さあということで、今回は、マンチェスターシティ戦ですね。おっと、ヒメネス選手、そろそろ頑張って得点を決めてほしいところではありますね。トップのハリー・ケイン選手が14得点ですから、ちょっと差が離れてきたのが心配、で、マンシーは現在、5位、勝ち点35、勝ち点差はありますが、しっかり戦っていきたいですね。はい、ということで、早速やっていきたいと思います。おー、広い。ような気がする。この試合の実況なんかだいぶ大きいですね、このスタジオ。コメンテーターには福西隆さんをお迎えして、エティハドスタジアムからいつもよりすごい大きいような感じがする。よろしくお願いします。本日の試合はマンチェスターシティ対ウォルバーハンプトンワンダラーズのカードです。今日のアウェーチームですが、今シーズンは非常にいい守備を見せています。マンチェスターシティ、いつも相手に仕事をさせませんよね。今日もそういう展開になりそうです。マンシーもでもまあ得点能力、得点じゃない、失点はチームでだいぶ少ない方ですね。チームというかリーグでだいぶ少ない方ですね。こちらがマンチェスターシティの先発メンバーです。はい、一般的な433ですね。ウォーカー、ウィングに選手の攻撃を活性化させます。シルバー、デブライネ、スターリング、ヘスス、サネ、ハー、すごいね、オタメンディがいて、ブラーボーがいて、どんなチーム？本当に。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。はい。同じく一般的な433も採用。そうか、今日から433ですね。あれ、こっちのコーディはあれですね、アップデートが反映されてないのかな、前からやってるやつだから。今回は433ですね。で、トリスト選手がトップ下というか、まあ真ん中の一番前にいます。デブライネ専用スタジアムとして改修され、現在はマンチェスターシティの本拠地となっています。すごいね、この芝の質感とかも綺麗だね。まあ毎回見てるけど、さあ前半開始です。ユニフォームちょっとミスったかな、意外に見にくいぞ、白と水色って。デブライネ、コナー・コーディ、うわー見にくい、ユニフォームの設定をミスった。これは相手にパスしてしまいました。水色だから、青だから見えるだろうと思ったら全然見えんかったって言ってたら、サネがやばい。待って、危なっ。なんかたまにやりますね、これ。
パントをしようと思ったらうまくパントできてなくて、ディフェンスの網にかかる。いやちょっと今のはもったいないというか、これはシルバー、デブライネチャンスを狙っています。ダビド・シルバー、そして押し込まれる展開が続いている。大バテ、ゴールキーパーがうまく前に出ました。何さっきからこの何カウンターのチャンスです。ボールを置くのが趣味みたいな思ってる。大丈夫、ね、しっかりと奪いました。ルーズボールです。あーもったいない今の。トーマス・パーティ、ガブリエル・ジェッツ、ま、スターリング、ここはクリアされました。ケビン・デブライネ、デブライネのパスがカットされました。うわー、ここで奪われるのはまずいって。デブライネ、ダビド・シルバー、おー危ねえ。ゴールキックになります。サミー・ケディラですが、バイエルミュンヘンへの移籍が決まりました。おー、ユーベからケディラがバイエル、なんかこう大物がこうポンポコ移籍するのやっぱ見てて楽しいですね。この移籍でチーム力をアップしますよ。デビュー戦が楽しみです。ウィリー・ボリー、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。見事なシェアです。ちょっと長すぎたか。マイナスのクロスボール。うわあ、マジか。ゴールキーパーが止めました。ダビド・シルバー。うわ、待て、それはまずいでしょうよ。スターリング。やぶね。先制するチャンスを逃しました。スターリング。完全に決まったと思いましたが、決定力が足りなかったようですね。もう今合わせるだけでぶち込まれてた感じがする。怖っ。やっぱマンシー強えな。てかやばい選手がいっぱいいる本当に。コナー・コーディ、コランタン・トリッソ、ディオゴ・ジョッタ、ラウル・ヒメネス、トリッソ。ああ、このシュートはわずかに枠をそれました。力を抜いたいいシュートでしたが、少し運がなかったですね。うわー、惜しい。いやー、今のはうまくこう抜けてきてくれますね。こう真ん中に置いておくと本当にいいですね、トリスト選手。これはシルバー。いやー、もったいない。今のは頑張ってパスカットしておきたかった。きっちりとボールを確保。おお、素晴らしいスルーパス。デブライネはサイドに。さあ、でデブライネだ。デブライネからのいいクロス、止める。いや、あぶん、怖っ。マンチェスター・シティのあぶん、怖っ。本当に勘弁して。サネ、おお、ミスショットで助かった。しかもコーナーかよ。デブライネのコーナー、中でフリック、レロイ・サネ。うわー、マジか。ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。サネ、マジか。いや、今の手に当たってたけど入っちゃった感じやね。シュートはディフェンダーに当たってコースが変わりました。これはディフェンダーに当たったのか。ブロックしようとしたんでしょうが、ブロックできんかったか。別の角度からご覧ください。ドハティ、もうちょい頑張って出して。しゃあない、取られたものはしゃあない、取り返すしかない。エルデル・コスタ、やっぱ強えな本当に。ディオゴ・ジョッタ、コランタン・トリッソ、コナー・コーディ、ジェゼス、ここは抜いてくるのか。
まあ、ナイスクリア。レロイ・サネ、ジェズス、ファーにクロスが入った。いや、キーパーが止めましたが、ボールは生きています。スペースに見事なスルーパス。いや、ファールだろうね。決定機の阻止に当たればレッドもありえますが、いや、これカードレッドでしょ。おい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 、やってくれたの今の。おい、おっと、退場です。主審がレッドカードを出しました。止めなければチャンスになっていましたからね。カード覚悟のプレーでした。てか怪我してないよね。このプレーには監督も苦い表情です。うわあ、超微妙なとこだこれ。うん、はたいてズドンかな。トリッソが蹴るのか。決めに来た。クロスバーだ。ここで大きく前に出します。嘘だろう。ヘディングでクリア。本当に。前半が終了しました。スコアは1対0。チャンスを逃した。もったいね。ハーフタイム直前に均衡が破れました。いや、今のいい案だと思ったんだけどな。危ない時間でしたよね。アウェーチームは切り替えて後半に持ち越さないことですね。まあ、まだ後半あるからしっかり戦っていきましょうか。さあ、後半キックオフです。ディオゴ・ジョッタ、コランタン・トリッソ、相手のゴール前でパスを回します。同点になるか。なんというタックル。チームを救いました。飛びついた。取るか。マジか、それを取るか。うん、ちょっと後半初っ端だったからエンジンがかからんかったな。サイドからの攻撃を狙います。エンジンがかからんかったって言ってる場合じゃないんだけどね。中にクロスが入った。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。これは相手にパスしてしまいました。っていうか相手10人だよね。そういえばガブリエル・ジェス、シュートを狙う。今後はルイ・パトリシオが見事に止めました。ここしっかり決めたいですね。デブライネ、トーマス・パーティ、ケビン・デブライネ。ここでこうね、ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。しっかりここで10人だから。エルデル・コスタ、いいパスだ。シュートは入るか。それシュートを弾いた。ゴールキックになります。マジか、やっぱキーパーも重いな。ここで交代ですね。この選手今日も素晴らしい活躍を見せてくれました。アグエロ、見事でしたね。セルヒオ君、アグエロ、中心として働いていましたよ。何しかもう本当勘弁して。あれってか今のコーナーじゃないの、ゴールキックなの。そうなんだ、そうなんですか。それはちょっと参ったな。デブライネ、福西さん、やはり上位につけるクラブだけあってボール回しにも余裕が感じられますね。はい、自分たちの攻撃の形を持っているのが大きいですね。選手を変えてきました。さあ、ちょっと2枚変えます。なんか最近モーティーニョのスタミナの減りが早くなった気がする。確かにモーティーニョってもう30なんですよね。意外にベテランなんだなっていう。確かこのウルブズ結構若手選手が多いんですけど、ジョタも含めて。ジョタとかね、このいいボールが入りそう。入れば同点になります。いやー、ヒメネス、それ決めて。キーパーがチビとキャッチ。マジかー、チャンスあってこれ決められないってドツボにはまるパターンだからやめてほしいな。サイドへ展開します。せめて引き分けには持ち込んでおきたい。いいカットです。ボールを奪いました。しかも相手10人だからね。サイドにスペースが空いています。
スルーパス通るか。なんで離しません。副審がオフサイドの判定。これは惜しかった。ここで一人交代です。ラポルテ体力的な交代でしょうか。はあ、一人少ない状態で負けるのは勘弁してくれよ。デブライネ、デブライネ、おお、待てスターリング。ここは中央の選手にクロス。いいボールでしたがここはクリア。コランタントリッソ、パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。今の取れればなっていうところだよね。本当に選手を後押しします。これはチャンスですね。残り時間もわずかですから。うわマジか、そこでそういうボミスをするんじゃないよ本当に。ラヒームスターリング、カイルウォーカー、マンチェスタースティーサイドにスペースがあります。試合はゴールキックから再開となります。与えられた仕事は走ります。スターリング試合を終わらせることでしょう。選手がピッチに向かいます。マフレーズ、どんなチームだよ本当に。ルベン・ネベス、コランタン・トリッソ、見事なスルーパス。うおい、外しました。嘘だろとか。チャンスでしたね。まだ時間はありますが、このまま同点にできないかもしれません。嘘だろ、今の決めてくれよ。マジか。トーマス・パーティ、レロイ・サネ、シュート、うおい、シュートは枠に跳ね返った。嘘だろ、悪くないシュートでしたが、どんだけやってんだ今日。隅を狙いすぎたかもしれません。全部弾かれてるし、取られてるし、外すし。ウィリー・ボリー、コランタン・トリッソ、うおい、主審が試合を止めます。ポケットに手をかけた時はドキッとしました。イエローカードです。いやいや、カードだから洗いなきゃ。これ以上の退場者は。そしてヒメレスに対して当たりが強えな。てかそこでうだうだやってる場合じゃないんだよね。コナー・コーディ、同点に追いつきたいところ。これが最後のチャンスになるでしょうか。うわー、やったうーい、マジか。ここで試合終了のホイッスル、マンチェスター・シティの勝利です。今日のゲームは残念ながら敗北となってしまいました。まあこういう日もあります。全部勝つなんてほぼ不可能ですから。いや痛いなこれは。せめて引き分けで終わっておきたかったですね。はい、ということで、ちょっと痛い敗戦になりましたね。いやーだいぶチャンスあったけど、とことん外したし、とことんポストに嫌われましたね今日は。いやーまあしゃあないね。でも負けてしまったことはしゃあないので、現在14勝4敗4分けで勝ち点46。まあ、まだトッテナムが試合やってないのでっていうところではあるんですが、あんまり嬉しくない、あんまり嬉しくないというか普通に嬉しくない負けでしたね。ちょっとこれはねいただけない試合でしたね。はい、
ということで次の試合がレスターシティ戦ですね。まあ、岡崎選手はもうあのミランに移籍してしまっているのでいませんが、あ、バーディー、イヘアナチョ、あれ？イヘアナチョってレスターだっけ？はいはいはい。あ、マティ・ジェームズ。はいはいはい。ひゃあ。あ、カスパーシュマイケルもいる。うん、気抜けないチームだっていうのはよく分かりました。はい、ということでですね、次回レスターシティ戦ですね、まあ、しっかりちょっと戦っていきたいなというところで、まあ、ちょっとね今回悪い流れでっていうところだったので、しっかりねここは修正して次回の試合に臨まなきゃいけないかなと思います。はい、ということで、まあ、今回はこんな感じで終わろうかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の試合を楽しみに。またね。